こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆうきちです。須崎です。須崎さん、瀬戸さん、うえー、こんにちは。須崎さんと瀬戸さんに今日は呼ばれてきたんですけど、今日はここはどこですか？町田駅、はい、町田駅のセレビセレビアイセレビ、テーマソングあるんですか？ないなかった？ない。なかったか、はい、ではセレビアイの町田店さんから、はい、なんとおっさんをさらに綺麗にしてくれるっていうね、はい、そういうオファーを受けまして。あ、本来は女性専用サロンです。そうなんですよね、はい、そう、女性専用サロンにおっさんが来てるっていう、そういう動画です、はい、こんにちは。で、瀬戸さんは店長さん。そうです。須崎さんは社長さん、はい、すごいすごいいいメンツで、うえ今日って何ができるんですか？今日は松毛エクステと、はい、松エクね、はい、コラーゲンマシーン。コラーゲンマシーンコラーゲンってマシーンになるもんですか？コラーゲンマシーンに、すごいな、コラーゲンマシーン、あの入るんですか？入るんですね、そうするとあの、はい、コラーゲンを外から入れたりするのではなくて、コラーゲンってなんか食べるイメージですよね、うん、はい、そういう摂取するんではなくて、あの、はい、自分自身 の、うん、あのコラーゲン生成能力を高める、うん、人間ってコラーゲンを生成するんですか？そうです。あの若いとどん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 生成してるんですけど、はい、あ、そうなんですか。やっぱりだんだん25過ぎ40過ぎとなってると、はい、もう40過ぎるとほとんど生成しなくなってきてしまう。そうなんですね、はい、僕36です。微妙、もう、まだもう完全にまだ、うん、まだ微妙、少しコラーゲンちょっとプリンになってる。なるほどね、はい、それを高めて、そうですね、自分で光の波長が、はい、その神秘層の方まで入っていきまして、はいはい、でそのコラーゲンやエラスチンたちをしっかり働きなさいみたいな感じで刺激をしてくれてで、あの、なるほどね、はい、ところではいどうだったでしたっけ？店長です。店長、うえお名前は瀬戸です。瀬戸さん、もうここでもうブイブイ言わせてる店長。怖いです。怖いんですね。私、一応社長なんですけど、怖くないです。頭は上がりません。へー、すごい。そんなことはないです。へー、店長さんはいつもここにはいらっしゃるんですか？はい、へー、いつもいらっしゃいますでもすごい若いですよね。ありがとうございます。すごい、それ25で。うわ、や若いやっぱりそれ店長やり手なんですか？すごい、すごい技術力、すごい高い。技術力がすごい高い。へえ。なんか言うと怒るんですけど、はい、天才なんです。天才、うん、何系天才ですか？あの松江区の、松江区の天才。そうなんです。かっこいい松江区の瀬戸、うん、ありがとうございます。すごい。松江区ってあんまり僕よく知らないんですけど、今日はね、僕松江区を松江区をやるんですけど、松江区ってまつげを植えるんですか？植えません。つけます。つける、うん、はい。ちょっとシステムがね、まずそもそもあんまり理解してないんですけど、自まつげ一方に対してエクステを接着剤、専用の接着剤で つけていく。一本一本に、一本一本に、一本一本に、一本一本に接着剤でつけるそうです。すごいプラモデルみたいなことするんですね。すごい、もう 0. 何ミリの世界です。だいぶ細かいですね。そうですよね。それは実際の毛をつけるんですか？なんかそういうものがあるんですか？そうですね、人工毛。人工毛、へ、ね、そんなのがあるんだ。あります。僕が仮にちょっと見ていただいて、はい、僕が仮につけたら漏れますか？いや、漏れますね。いっぱい漏れると思いますつけれるだけつけてる。つけれるだけつける。そうですね、セクシーになります、ね、すごい。あ、そうなんですか。そうなんだ。やっぱでも女性はね、まつげ大事ですもんね。そうですね、大事です。男性はね、人にもよると思うんですけど。そうですね楽しみだな。でも最近はね、男性もつける方が。あ、そうなんですか。へ、うん、男性専用サロンもあるって聞きますよ。美しくなっちゃうかもしれないですね。これを機にまつげエクステの天才ってかっこいいですね。なんか私にかかればどんなまつげでもみたいな本当そうなんですやつですよね。なんでこういう仕事をやろうと思ったんですか？いや、
もともとそういう美容とかには興味あったんですか？まあありましたね。あの美容師免許がないとできない職業ですね。そうですよね。あ、そうかそうか。美容学校には行ってるんです。なるほどね、はい、美容師以外で、まあ、資格を生かせるものは何かと思った時に、うんうん、出会った職業です。へえ。なんか仕事やっててすごい面白いなって思うことありますか？もうつけること自体が楽しい。つけるつけたくてしょうがないみたいな。なんかこのまつげつけたいなって。ああ、でもお兄さんみたいなまつげはいいと思います。僕ってどんな、僕は自分のまつげをあんまり確認したことがなくて、うん、どんなまつげなんですか？でも一本一本濃いから、濃い、すごいつけやすくて盛りやすい。持っていただきたい。というわけでね、今日ちょっといろいろと体験させていただこうと思うので、あのもしマシンとかのところでも撮れたらね、はい、一回撮りたいと思うのでちょっとやってみたいと思います。なんか持たされたんだけど、これが何なのかもよく分かってません。テープ貼られました。今松江をねつけていただいてます。店長さんすごい集中力で。僕のまつげ大丈夫でした？大丈夫です、いっぱいあります。今どうも仕上げをしてるらしいです。どうなってんだろう。乾かされてます。終わったみたい。もう立っていいんですか？あ、まだ。あ、はい。天井が白い。でも似合うかもしれないです、うん、なんか違和感なくないですか？ちょっと、やっぱり終わりました。あ、でも似合ってる。似合ってますよ、うん、みんな似合ってるって言いながらすげえ笑ってんだけど。でも本当に可愛いですね。店長大爆笑だね。横から見るとやばい。そう、やばいね。綺麗、すごい。いや、こういう人いますよ。こういう人いますね。ちょっと外人っぽくなった。うん、確かに、確かに外人感もあったな。こんな感じでさらにコラーゲン攻めにされるそうですね。はい、あ、動画です。なんで動画なの？写真でいいよ、写真で。写真。これからね、あのコラーゲンマシン、こういうやつに入っていきたいと思います。これがね、ゴーグル、これで目を守るらしい。で、この中に入って全裸でこの中に入ってボタンを押して30分ぐらいマシーンから光を浴びると僕の全身のコラーゲンが活性化されて何かが良くなると、そういうことらしいです。じゃあ行ってみましょう。これ仰向けでいいんでしたっけ？仰向けで大丈夫。はい、はい、コラーゲンローションを今塗ってます。あのコラーゲンマシンと松江くんやっていただいたんですけれども、お綺麗です。なんかもうこれだけでなんかメイクした感じになりますね。そうですね、血色も良くなるのでね、雰囲気が顔色もいい感じになりますし、ですね、うん、雰囲気がすごい変わった。なんか目つきが変わりますよね、うん、いやちょっとね、横からのやつは見せようかなと思いまして。いかがですか、映ってますか？あ、うん、いい感じで、もうちょっと前に、うん、いい感じですね。はい、はい、綺麗についてますよ。いやでもね、これね、おっさんについてもこれだけ綺麗っていうことは、女性についてはすごい綺麗になるんじゃないですかね。そうでしょ。大変なことだわ。いろいろデザインとか色とか、はい、気質なんかも選べれるし、る、ね、そのカールとかも全然選んでいただけるので。なるほどね。人の、あの 目とか、地まつげとか、まあ、なりたいデザインをカスタマイズできます。ちなみにこれは何色なんですか？これは黒です。黒ですね、はい、あ、じゃあそれでバッチリ合ってるってことですね、はい、なるほどな、まつげで変わるもんですね、うん、でもコラーゲンマシンすごい良かったです。なんか
なんかちょっとじんわりほらちょっとピンク色になってて、うん、お顔色がすごく綺麗になってますね。ちょっと脱げないですけど体全体的にねなんかちょっとピンク色でした。体はピンク色だわ、目はこんなんだわ、ね、女子力アップですね。大変なことだわ。いやでもなんか気持ちよかったです、純粋に、うん、こう遠赤外線っていうか、うん、なんかそういう感じでしたね。いいなあれ。いやでもこのハゲマシンなんかすごい新鮮でした。そうあんなのに入ったことないんで面白かった、またやりたいですということでね、はい、今回は町田の駅前にありますコラーゲン by セレビアイ町田店にお邪魔しました。イエーイ。皆さんぜひ概要欄の方からチェックもしてみてください。でちなみに何かもし告知とかがもしあればこれでいいですか。YouTube で YouTube あ書いてある YouTube を、うん、ご覧見てくださった方に限り30分の3回チケットを、はあ、5400円で。おー安い。うーでも最初に効果実感したいんだったら、まあ、3回ぐらい来た方がいいっていう、うん、そういう話ですよね、はい、いやでもね今日はいい経験させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんぜひセレビアイに行ってみてください。さようなら。